ってん。え？誰これ。あ、古田お、おい、お前だろこの。何が？頭悪い子やって。なんで俺が頭悪いって仮定するの？ひどくない？え、だってお前、普通バタカこんな出さねえだ。俺出さねえよ。出すわけねえじゃん。これもじゃん。これやったら手前置けんじゃん。めっちゃ頭悪いんだ。めっちゃ出る。めっちゃ出る。斜めだからね。ん？斜め。長いから斜めになる。これはまだ許せるじゃん。手前置けるじゃん。いや置けるけど。うん、それは。怖いんじゃないの、うん、だってこれ手前置けないじゃん。すいません、僕最近材料下ろしてないです。マネージャーでチェックしとくか？これはすごいな。ね、膝当てたら痛いって。痛いらね、ちょうどスネ当てするだろ、うん、みんなで。サッカー選手だ、これ、サッカー選手。渋谷さん、他の渋谷さん、こんな本やんねえぜ。やらないでしょうね。ええ。お前、フルタチェックだ。さ、フルタチェック。社長チェックじゃなくて。おっと、おー、マジつまずいたべ。バカダリアレ。足元よし。バカダリアレ。カメラ持ってるから下見えんわ。カメラ回してんの？回してるよ。バカダリアレ、マジ。フルタチェックこれしっかりしてるじゃん、これ。あ、これちゃんとしてるね。あ、これ。これちょっと賢いさん。うん、俺朝下ろした。ああ、じゃあ賢いさん、ね。やったね。うん、で、こっち行って。なんでこれ2列とかなんか半端に置いてあるの？取ったじゃないんだ、1列。あ、なにこれ？よく見てよ、ちゃんと。あ、これ頭悪いさん？頭悪いさんだろ、取ると思いても。だって、これ、3列の束作れないじゃん。向こうから行くよ。おぉ。足元よし。足元よし。おぉ。ねえ。お前。ね、3列の束作ってんのに、この1本出ちゃって、頭悪いさんのせいで、これ、1束できなくなっちゃった。これどうやって抜くだ？ん？どうやって抜く？リフトで救えないじゃんね。どうやって入れた？じぎりだよ。じぎりだ。ちょいじぎり。ねえ、しかもこの分ないじゃん。そう。え、やばくない？それひどいね。だって入って、ね、3日目の人間とかいないよね。その頭の上のもね、なかなか悲惨だよね。うん、だってしっかり入ってるじゃん。まあ、あれぐらいはまあ、これぐらい許せる。だってその下が半端だから。ああ、そうそう、その下はそれだもんね、だから。違う違う、この下がちょっと隙間空いておけばよかった。こいつ半端だからさ。あ、まあそう。うん、あ、そう。下ちょっと隙間空けておけば。何？他にもあんの？バタカク使ってんとこ。ないな、27ぐらいだな、だって。でも普通はその上のやつだよね。そうだよ、あれぐらいだね。まあ、あれ、賢いさんでしょ。賢いさんだね。ね、で、古田さんはどれ？古田さんは材料戻してないもんで、俺、置いてないよ。つか、マジこれ足元つまずくもんで。うん、いや、これ、下はいいじゃん。下、いいけど。下は問題ないじゃん、この人。古田さん？古田さんやったのどれ？古田さん最近やってないって知らねえ。古田さんはちゃんとやってるの？古田さんちゃんとしてるよ。で、あとは？え、でもこんなも なんでこの半端の束で積んであんの？すごい思っちゃうけど。なんか汚くなってない？うん、なってるね。積むに大変じゃん。そこまで考えてないだろ。ん？ああ、その日の仕事が終わればいいって？次の日大変じゃんね。次の日のこんなの考えてないの？ああ。明日は明日の風に吹くだろ。今日死んじゃうかもしれんしな。そう、楽しければいいよ。いやいや、ダメだからね。置き場じゃダメだからね、これはね。ほんと悲惨ですね、これね。誰だ？うん？犯人？誰か来たぞ。うん？犯人か？でしょうね、でしょうね。でしょうね。テレパシーに通じた？タイミングが。犯人来た。謝りに。何の？いやね。今ね。車の取り来ました。今ね。このバカガキがさ、はい、出てるじゃん。はい。ごめんなさい。仮に材料がこうバーって来た時にね、こいたらこんだけの隙間ができちゃうじゃん。手前に置くとここに置くしかないじゃん。アンチも全部そう。うん。ね、どうなの？犯人を探しててさ、俺は僕ではないっすね。お前謝りに帰ってきたもんでさ、お前かなと思って。僕じゃないっす。え、違う？じゃあカメラに謝っとけ今のうち。とりあえず。お前。やっぱお前か。なんでよろしい。
まあ犯人も分かったことです、ね、一件落着一件落着一件落着ダメだよ本当ねえ、なあこれで楽ねえ犯人分かってよかったよ、うん、まあ一件落着ってことでいいんじゃない、これからねえねえちょっと綺麗になりますねこれで、うん、うん、じゃあね、はい。